ロアーナ軍に城に攻め込まれるだなんて。ああ、王も一体何を考えておいでなのだろう。わざわざ奴らを誘い入れる真似をすると。おそらくこの城で奴らを一気に滅ぼすつもりなのだろうがな、ボルスタッドの力によって。とはいえ、やはり奴らを王のところに行かせるわけにはいかないだろう。万が一ということもある。もちろんだ。だからこそ俺たちは城内の至るところに罠を張ったわけだ。奴らが先に進めないようにな。ああ、これで奴らが先に進むことは不可能なはずだ。それこそ万が一にもな。だといいが。おい、何か不安なことでもあるのか。覚えているか、北東の牢にいる囚人のこと。ああ、以前脱走しかけたバカな奴のことか。それが、奴はコソ泥としては三流以下だが、鍵師としては一流だ。もしかしたらあの部屋の鍵を作ったっていうのか。そんなバカな、あんな短時間でできるわけがないだろう。そんなことだと思いたいが。お前は少し心配性すぎるな。大丈夫だ。それにあの牢に行く道には罠が張ってある。何も知らない奴が勝手に行けるわけがないだろう。そうだな、あの道を通れば大概の奴は死ぬはずだ。ああ、あの隠し通路の存在に気づかれでもしない限り大丈夫だ。隠し通路か。そうだな、どうせロアーナの連中は脳みそが脂肪でできているバカばっかりだろうから気づくわけがない。そうだとも、脳みそが筋肉でできている俺たちとは所詮格が違うってことだ。おう、脳みそは筋肉か。それはいいな。なんかそれ、頭の悪さはどっちもどっちっていう意味なんじゃ。言うな。なんだお前らは。部屋に入るときはちゃんとノックせんか。よりにもよってロアーナの聖騎士だ。もう俺たちは終わりだ。悲観的になるな。ほら、さっさと行くぞ。
ー。